海の中でサメと戦うゾンビとか、400年前のスペイン征服者のゾンビとかが登場してですね、こういったいろんなこう演出工夫がゾンビショップ店長がお届けする日刊ゾンビ、今日はゾンビ映画紹介ということで、こちらサンゲリアを紹介します。この動画では過去の優れたゾンビ映画に注目し、その作品の見どころや魅力を紹介していきます。今回はイタリアのマスター・オブ・ゴアの異名を誇るルチオ・フルチ監督の代表作となる映画のあらすじやおすすめポイントを紹介し、その魅力を語っていきますので最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルではゾンビ映画の紹介や解説、ゾンビカルチャー紹介などゾンビファンに楽しんでもらえる情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということで今日はこちらサンゲリアの紹介をしていきたいと思っております。このサンゲリア、1979年にイタリアで公開されたゾンビ映画です。日本では1980年に公開されました。監督はルチオ・フルチで、まあ、この映画のあらすじなんですけれども、冒頭謎の男性がこう銃口を向けていると、その先には麻の袋に覆われた人間のようなものがこう起き上がる様子なんですね。でそして銃をバーンと撃つと、麻袋に包まれた人間らしき物体の頭部が撃ち抜かれるというところから始まります。そして場面が変わると、ニューヨークの沿岸に一艘の無人のヨットが漂着します。そして沿岸警備隊がそのヨットを調査すると、無人と思われていたヨットから突然腐乱したゾンビがこう現れ、警官に襲いかかります。別の警官がそのゾンビに向けて銃を発砲すると、ゾンビはバッシャーンと海に落ちてしまいます。その怪事件に目をつけた雑誌社の編集長は記者のピーターに取材を命じます。まあ、その一方、捜査が進む船に呼び出されたのは船の持ち主の娘アンでした。警察の事情聴取を受けるアンは父親に何が起こったのか疑問を持ち始めます。そしてまた場面はゾンビに襲われた警官の遺体を検視する病院へと変わり、監察医が助手と共に検視を進めていると、わずかに警察官の遺体の手がピクリと動き出します。一方、夜の港では停泊した例のヨットにアンが警備の目を盗んで忍び込みます。父親の痕跡を探ろうとしていると、記者のピーターに遭遇します。まあ、記者のピーターもこのヨットに忍び込んでいたわけですね。すると警備員が船の中の様子を見に、まあ、懐中電灯を手にやってきます。このままでは見つかってしまうっていうところで、こうピーターが機転を利かせて合引き目的で忍び込んだカップルを装って、まあ、アンとですね、その場をなんとか乗り切り抜けていきます。そしてピーターとアンはこの数奇な出会いから行動を共にして、アンの父親の消息をたどって、まあ、カリブ海のセントトーマス島へと向かっていきます。でそこから地図もない小島マツール島を目指すために、船の港で偶然ボートを準備しているブライアンとスーザンの夫婦に出会い、まあ、なんとかピーターが交渉してマツール島を目指すこととなります。一方、マツール島ではメナード医師とその妻スーザンが激しく口喧嘩をしています。どうやらこの島で起こった奇妙な現象のことについてメナード医師が調査研究していて、そのことで妻が苛立っているようです。そしてメナード医師は診療所に向かうと、何かの標本に自分の腕からこう採取した血液を染み込ませ、顕微鏡で覗いて研究しているというところからストーリーが展開していきます。と、まあこういう感じで、メナード医師が調査している、死者が蘇るという謎の現象が起こっているマツール島で、ピーターとして、アン、そしてブライアン、スーザンが、まあ、その事件に巻き込まれているという物語が中心になっていくんですけれども、この映画、見た最初の印象では、このマツール島で研究しているメナード医師のキャラクターがとにかく渋いんですよね。この死者が蘇る謎の現象に対してこの研究していくというこの危機迫るものを感じました。この亡くなった患者を始末する時のこの悲痛さっていうのがすごいこう渋くてかっこいいんですよね。でもそれに対して、
妻に対しては非情な面を持っているというコントラストがですね、非常に際立っています。この死者が蘇る現象に研究を重ねていくんですが、なかなか原因がわからない。そしてその反面、島の住民や患者はバタバタと死んで蘇っていくという、この自分の無力、何も解決できない無力な自分に対する焦燥感、焦りというようなものがにじみ出ていていいですね。この、メナード医師は、この映画では主役ではないんですけれども、あくまで主役は、ピーターとアンなんですね。で主役は ではないものの、この物語の中心に位置していて、物語の狂言回し的に、マツールトで起こる様々な事件の中心人物になっているっていう、この、脇役とはいえども、味のあるキャラクター。これがですね、すごくこの映画の見どころになっているんじゃないかなと思いましたね。ですので、このマツール島で起こる様々な事件が引き起こす、この映画全体に漂っていく怪奇的な、神秘的なところもある、なんていうんですかね、演出、イメージっていうのが、すごくいい感じなんですよ。このサンゲリアの特徴と言えるかもしれませんね。で、このサンゲリアに登場するゾンビっていうのが、すごく哀愁が漂ってるんですね。決して激しい動きではない。なんですかね、左右に体を振って、というですね、このうめき声を上げるゾンビたちの、この動きが、すごく怪奇的なイメージも相まって、素晴らしいですね。そのゾンビの動きとともに、このサンゲリアで音楽、BGM を担当したファビオ・フィリッツィのサウンドも、このゾンビの動きに相まって哀愁漂う雰囲気が非常にいい感じです。で、大きな見どころとしては、やはりこのサンゲリアに登場するゾンビと、ロメロ監督のゾンビの違いっていうところも見どころですね。ロメロのゾンビよりも腐り具合が進行しているっていう、この湿った感じがすごい特徴的です。もう基本土まみれなんですよね。だからこの裏にもありますけど、すごい灰色感があるんですよ。で、残酷描写ももう直接的でゴア表現が満載で、血のりまみれなのもめちゃめちゃいいです。なので全体的にはハードでありウェットな感じが私は好きですね。さらに海の中でサメと戦うゾンビとか、400年前のスペイン征服者のゾンビとかが登場してですね、こういったいろんな演出、工夫が加えられていて、いろんな独自のゾンビが登場するのがルチオ・フルチ監督らしくて、いいですね。はい。見どころ満載です。そしてこの映画の最大の魅力は、男女の愛がテーマになっているっていうところは、私は見逃せないかなと思ってますね。男女の愛。例えば主人公のピーターとアン。マツール島に、いるメナード医師とその妻。さらにはクルーザーの持ち主のブライアンとスーザンの夫婦といった3組のカップルが登場するんですけれども、この3組のカップルがそれぞれ、独特の男女の愛を表現していて、めっちゃ面白いんですよね。ピーターとアンは、出会いのきっかけは父親のボートがニューヨークに漂流するという事件なんですが、行動を共にするうちに男女の愛が芽生えてくるっていうのがあるんですよね。で、これはですよ、実際の映画では細かくその男女の愛については語られてないんですが、私が感じたのは空港にこのピーターとアンがついた場面で、すっかり恋人同士のような振る舞いになっているのが見ていくと今分かって面白いですね。そしてですね、メナード医師とその妻ポーラの場合はすごい気持ちがすれ違ってるんですけど、そしてお互いが冷めきってしまってるんですが、この映画に微妙な味わいを持たせていて面白いですね。なのでこの妻ポーラが、一人寂しく家にいるときにゾンビが訪れてガーッと襲われてしまうところなんかはすごく悲しさ、なんか、なんですか、そういうのが伝わってきますね。はい。そしてブライアンとスーザンはまた現代風の若者夫婦なんですよ。夫のブライアンのスーザンに対する愛情が物語の終盤で鍵になっているので、そこが見どころ、
この映画の魅力にもなっています。はい、というこの3組のそれぞれの男女の愛というところが私はこう魅力的に感じましたね。はい。そしてこの映画のもう一つの魅力となっているのが、ブードゥー教にまつわるゾンビ伝説の要素と、そして死者が蘇り人間を食らうといういわゆるロメロゾンビ的な要素、モダンゾンビ的な要素がうまくこう重なり合っているところですね。呪術的なゾンビなのかなと思いきや、メナード博士が顕微鏡でゾンビの標本を観察する場面があったり、ニューヨークで徐々にゾンビの減少が蔓延していったりという、このモダンゾンビ的な展開もあるじゃないですか。しかもこの2つの要素が互いに打ち消し合うことなく、それぞれの要素のいいところを活かしてるなぁと、このサンゲリアの映画を見て思いました。まさにこの映画は、ブードゥーゾンビとモダンゾンビのこうハイブリッド、交差点と言えるんじゃないでしょうかね。はい。そして最後に、この映画の監督、ルチオ・フルチの独特なセンスと間合いがめっちゃいいですよね。この映画のプロデューサーは当初、別の人物を監督に考えていたそうなんですが、過去の映画の暴力描写などに定評があるルチオ・フルチ監督に白羽を当て起用したそうです。ルチオ・フルチ監督は過去にコメディ映画で監督デビューし、西部劇やスパイもの、ホラーなど様々なジャンルの映画を手掛けてきたということで、ルチオ・フルチにゾンビ映画の監督として白羽の矢が立てられたっていうところが、このめっちゃいい化学反応が生まれたというふうに私は感じましたね。ルチオ・フルチ監督の映画制作のスタイルに感じられるのは、撮りたいものを撮るためにシーンや構図を決めてから映画を作るというこだわりをとても感じましたね。この映画の小説的な客観視点で淡々とストーリーが展開していくところが、私がこの映画にロマンティックホラーという印象を持ったんですけれども、その大きい理由がそういったルチオ・フルチ監督の映画に対するこだわりから感じられたんですよね。はい、いかがでしたでしょうか。さあ、まとめなんですけど、このサンゲリア、カリブ海に浮かぶマツール島を舞台に、死体が蘇る謎の現象を探るメナード医師を中心に繰り広げられる怪奇で神秘的なストーリーと、ルチオ・フルチの過激な残酷描写が相まった、ブードゥーゾンビとモダンゾンビの交差するハイブリッドとなった、まさに男のロマンを追い求めるゾンビ映画と言えるんじゃないでしょうか。はい、皆さんはいかがでしょうか。どんな感想を持たれたでしょうかね。はい、よろしければこのサンゲリアの感想をコメント欄にコメントください。今日はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもこのような動画を配信しますので、この動画がいいなと思った人は高評価とチャンネル登録をお願いします。起き出してくる魔物たち、息を潜めて夜の闇の中にうずくまる、獲物が通りかかる時をじっと待ってる、蜘蛛の糸のように張り巡ら